攻略は。 何か面白い話聞かせてよ。 今誰もいなくて退屈なんだ。 覚えてる？ 色々と調べてたら 基地室と組み合わせたら何かできそうなのよ。 知れない。
相手はカニでしょ。私のハンマーでイチコロだってば。数も必要だけど、たくさん狩るならメイサーの私に任せなさい。フォローエリアの攻略ばっかりだよね。違うよ。違うけど少しそうかも。たまには攻略忘れて私と遊んでくれてもいいんじゃない？そうだな、のんびりできる感じのところがいいかな。それって結局探索になっちゃう気が。うん、なんでもない。よし、そうと決まれば早速出発だ。キリト、まだカニの群れはいる？よーし、じゃあとりあえず一匹倒してみよう。キリト、何やってるの？行くわよ。
し、これをいくつか集めれば、あの鉱石も加工できると思う。敵もあんまり強くないし、サクサク倒しちゃいましょう。素材をドロップする敵が狩り放題なんて、やっぱりホローエリアは素敵だわ。その日頃の行いって可能性もあるけどね。さあね、アスナとかユイちゃんとかいろんな人から聞いてるからね。
嘘嘘、冗談だって。ほら、キリトのおかげでここに来られたんだし、感謝してるよ。というわけで、早速店に戻って作りましょう。鎧だったと思うよ。前にも言ったけど、作りたいものや調べたいことがあると気になって眠れないのよ。キリト絡みの場合は特に。このぐらいの疲れで操作をミスったりしないから、安心して見てなさい。そっか、ありがとう。じゃあ始めるね。よし、完成したわ。うん、アビリティもかなり強いし、自信作。でも、ほら見て、防御力だってかなり高いでしょ。これ着てればホローエリアだって安心よ。というわけで、これはプレゼント。向こうに連れて行ってくれてありがとね。すごく楽しかったから。もしまた面白い素材を見つけたら教えてね。
お兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。それじゃあね。